はい、OSG ものづくり部の時間がやってまいりました。いいですね、今日は何をするんでしょうか。はい、今日は、視聴者さんからいただいたコメントの検証加工をやっていきます。使用するのは OSG の転造タップ SXBF の M6 を使っていきます。では実際に加工の内容説明をしていきます。今回は下穴にハイスト、超高2種類のドリルを使用しました。下穴のサイズは 5.5、5.52、5.54、5.6 の4種類となります。ではそれぞれのサイズに転造タップで加工をしていきたいと思います。はい、では加工が終わったので、こちら加工したワークを実際にゲージの方で確認をしていきたいと思います。まずは止まり側で確認していきます。止まり側は全て合格だったので、続いて通り側をチェックしていきます。止まり側も合格していたので、最後、転造タップなので内径ゲージの方で、止まり通りを確認していきたいと思います。止まり側は全て合格です。最後通りを確認していきます。超高の下穴 5.5 のところだけ、通り側の内径ゲージが入らなかったです。ここだけ入らなかったです。これでゲージの確認を終わりたいと思います。はい、結果が出ました。そうですね、 5.5mm の超高ドリルで開けた下穴を内径ゲージで測ったところ、渋かったと、取れなかったということがありましたが、何か原因があるんでしょうか。はい、ドリルはマイナスで作られているので、超高ドリルの場合回数もそうなんですが、基本的に下穴はマイナスになっています。ただ超高ドリルは剛性があるので、そのまま開いていて回数は少し拡大傾向になります。そのため、超高の方だけこちらの内径ゲージの通りが通らなかったんだと思います。なるほど。どういうこと。はい、実際に転造タップ使う際は穴径の管理がとても大事だということです。それそれ。あともう一つ、材料とか加工条件によって縮小率とか縮小幅で変わってくるので、はい、できれば捨て材料にちょっとパサパサパサーってやって穴径測って管理してもらった方が簡単にいけます。以上です。またコメントいただければ検証動画やっていきたいと思うので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。お願いします。